はい、皆さんこんにちは、むっちゃんです。はい、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。はい、前回の動画は主治医を変更しましたという動画を出しました。その後ですね、最後に母が救急車で緊急入院したという動画を出しまして、皆さんご心配をいただきましてありがとうございます。主治医を変更しまして、その後ですね、だんだんと やはり調子が悪くなってきて、もうご飯も食べなくなってきて、だん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 体調が悪くなって、その3日後にもうどうしようもなくて、主治医の先生に訪問診療していただいて、先生がもう来られて、もうこれはすぐ救急車呼びなさいということで、救急車を呼びました。本日はですね、だんだんと母が体調を崩して救急車を呼ぶまでのその経緯ですね、経緯を皆さんと一緒にシェアしていきたいと思います。動画はちょっと長くなるかもしれませんが、まあ、よろしくお願いします。母ちゃん、はい、朝です。起きましょう。はい、なんかうんこ臭いね。うんこ臭いよ。そうかい、はい、なんかうんこ臭いよ。うんこが出てるかもしれないよ。何が何が、うんこの匂いがしたね。はい、じゃあ起きましょうかね。はい、はい、ぐるっと回転して立てるかな、立てるかな、ぐるっとして、せーの、よいしょ。はい、はい、よいしょ。痛い、痛い、痛いか、痛い、どこが痛いか、背中痛いか、はい、よいしょ、よいしょ、立った、よし、はい、ここ掴んでごらん、そこ掴んでごらん、はい、ここ、いや、ここ掴んでごらん、立って、はい、立ってここ掴みます。もう寝たきりになるとあっちこっちが痛くて、もう起きるのが辛くなるので、はい、起こします。あ、やっぱうんこ臭いね。うんこは出てるかな。あ、うんこは出てる。こっちに座ろう。こっちに座って、こっちのあの後ろに、はい、ゆっくり座って、よっしゃ、せーの、はい、しっこしてごらん、しっこしてごらん、今座っているところにしっこしてごらん、よいしょ、掴んで、ここいい、はい、うわ、まだお尻にうんちがたくさんついてます。ああ、いやいや、まだよ、はい、はい、柔らか、お尻拭き、お、ああ、すみません、いいえ、綺麗になりました、うん、ありがとう、いいえ、ここに休んでいいですか。いや、今から着替えをして顔を洗ってご飯食べます。はい、もう十分寝てます。はい、もうあまりもう寝かせるのも良くないので起こします。はい、もう24時間ずっと寝てます。寝かせるのは良くないです。もう褥瘡ができたりしますし、はい、もう筋肉が、はい、立って、もう固まりますから、はい、あの、起こしてあげた方が良いと私は思います。はい、はい、座ります。はい、で、昼と夜がもう逆転します。もう昼間に寝かせると夜がなかなか寝ません。昨日もあの施設から帰ってきたんですけど、夜なかなかあの寝なくてね、見守りカメラがあるんですけど、あそこで見てると、夜こう動いてました、でブツブツ言ってましたから、やっぱり昼間に
寝かせると夜は寝ない、昼と夜が逆転したりするので、はい、昼間はできるだけ起こしておいた方が良いと思います。ありがとう。いいえ、ありがとう。いいえ、よいしょ、立て、よいしょ、はい、肩と力もないね、はい、炎症になると体のあちこちがもう痛くなります、はい、もう腰が痛い、足が痛い、背中が痛いとか、もういろんなとこが痛くなります。あ、そうです、ね、うん、でも筋肉を動かさないからますます痛くなります。あ、そうなんです、はい、ありがとう。ですのでこう筋肉を動かしてやることも大事だと思います。顔洗ってご飯食べましょう。よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、お、すごいすごい、右手を使いました、右手を。いつも左手しか使わんけど、はい、何かご用？みーちゃん、おはよう。おはよう、元気ですか？おばあちゃん、はい、起きてきました。みーちゃんが元気ですか？いやあ、みーちゃん、元気でした。おばあちゃんもおかげで元気になりました。どういたまして？はい、じゃなかった、いたしまして。はい、ありがとう。おばあちゃん、はい、ありがとう。ありがとう。こちらこそ、いつも可愛がってくれてありがとう。ありがとう。どういたまして？じゃなかった、いたしまして。あ、そう、まあ、元気で見てください。はい、今朝測った時は 37.2、はい、今朝起きた直後は 37.2、はい、ちょっと高いです、はい、でまた測ります。はい、ありがとう。いいえ、だいぶ言葉が出てきたぞ。今日調子いいかな。昨日夕方また熱がちょっと若干出ました。炎症がまだ治っていません。はい、あ、36.4、お、下がった。ああ、そう、36.4です。ああ、下がりました。ありがとう。お、いいぞ。あ、それで調子がいいんやね、おしゃべりが。はい、ああ、よかったよかった。ありがとう。よろしくお願いします。高井さん、はい、行きますよ。息をやるか。はい、どこに行けるか。はい、今からお米の配達に行きます。お米の配達？はい、新米ができましたので、新米をいつも買っていただけるお客さんのところに届けに行きます。それから歯医者さんに配達に行きます。お菓子はいりますか？お菓子はもういいですよ。 お菓子いらないね。はい、今具合が悪いからお菓子は食べてません。私は食べてます。はい、皆さんこんにちは、もっちゃんです。はい、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、比較的母は朝起きた時は体温も平熱で、まあ、調子がいいです。しかしですね、もう歩くのがもう非常に困難になりました。もう歩くのはもう難しいというか、かなり介助がいります。今炎症があります。今抗生物質を飲んでおります。で、昨日の夕方熱がありましたが、今朝はいいみたいです。でも熱があると頭がボーっとして、あのしどろもどろの言葉になりますが、熱が平熱になると通常の笑顔になります。
はい、今日は今のところ調子いいです。でずっと、もうずっときついからずっと寝てるんですよ。もうずっと一日のうちもう大半寝てます。それではもう体がますます動かなくなるので、こうして起こして景色を眺めさせたりリフレッシュしたりして、できるだけですね体を動かすようにしてます。喋らんね。喋らんね。おしゃべりせんね。言葉がない。言葉がない。はい。はい。はい。配達終わりました。はい。熱があるかな。あ、熱が出たね。出たことある。あらららら。なんかちょっと、さっきお米をお客さんに配達して、今歯医者さんから帰ってきましたけど、もう言葉がしどろもどろになってます。多分熱が出てきたんでしょう。これはやばい。早く帰って寝かせます。調子が悪いですね。なんか多分熱が出てる。体温計を常時持っておいた方がいいね。はい、配達が終わって帰っておりますが、母はなんか調子が悪いみたいです。朝起きてご飯食べる時までは調子が良くて笑顔も出てましたけど、配達に連れて行ったら調子が悪いみたいです。もうなんか目を閉じてます。このまま家に帰ってお布団の方に寝かせてみたいと思います。なんか具合が悪そう。家に着きました。そうか、はい、歩けるる？歩ける歩ける、はい、布団に寝ようね。車椅子上がるよ。はい、車椅子、せーの、よいしょ。よいしょ。よし、ちょっと部屋に行きましょう。はい、はい、はい、ちょっと、寝てください。痛い。はい。よっしゃ。ちょっと休んでてください。なんかきつそうね。そうこれ。うん。ちょっと休んでてね。後で体温を測ります。37度6分か。なんかきつそうやね。きつい？きついですか？きつい。きつい？はい、はい。
37度6分、はい、若干熱が出ました、はい、微熱です、はい、と休んでてください。はい、ありがとう。はいはいはい、午前中元気やったんですけど、今午後1時なんですけど、先ほど測りましたら38度2分、38度2分に上がってました、はい、結構熱が出てきてます。それで熱が出るともう喋らなくなってぐたっとしてます。でお昼も食べません。ちょっと様子を見ときます。はい、はい、ありがとう。どういたしまして。じゃあもう少し休んでてください。はい、はい、ちょっときつそうやね、はい、うん、ちょっときつそうです。はい、リボンを外しちゃうな。寝らんかい、は寝らんかい、寝らんとダメよ。ないよ。寝ないとダメよ。ないよ、いずれ。寝ないとダメですよ。寝てください。はあ。いい？いいかい？寝てくださいよ。はい。今もう夜中ですよ。今まだ朝じゃないです。今夜中の12時。はい、最後の車椅子に乗ってるあの画像はですね、翌日なんですよ。もう朝からもうあの状態で、もうほとんどもう目を閉じたまんまで、もう朝ごはんも当然食べることできませんし、お昼ごはんももう食べることできません。それでもうこれはもうかなり状態が悪いと思いまして、もう主治医さんが変わりましたけど、その変わっていただいた先生のところにお電話しましてですね、来てもらえませんかということで来ていただきました。もう週末でしたから、土曜と日曜日病院お休みとかになりますから、それはもうお休みになる前にもう早めにこれはもう見てもらった方がいいと私決断して、主治医さんにお電話して、お昼頃ですね来ていただきました。新しい主治医さんが来て見たところ、もうこれはもう早くもう救急車呼んでくださいということで、もうすぐですね、救急車を呼びまして、で先生の方がもう紹介状を書いて、いただきました。脳神経外科の方に紹介状を書いていただきました。で救急車が到着しまして、救急隊員の3名の方が来ていただいて、もうそのまま紹介状がありますから、そこでもう止まることなく救急搬送されました。そしてですね、 MRI を取ったところ、小脳に脳梗塞がありました。もう小豆大ですね。それでも緊急入院ということになりました。まああのままほっといたら、まあ、3日ぐらいでもう亡くなるよってあの主治医の先生に言われたので、もう早めに、対処できてよかったと思います。その時のその主治医さんが来て見ていただいた、診察していただいた画像とか、救急隊員の方が来られた時の画像とかね、まあ、YouTube 的にはそういうのを受けるんですけど、私はもうとてもそういう画像を撮るとかもそんなもう余裕なんかありません。もうそんな気持ちにもなりませんし、まあ無事でよかったです。お手早めにもう対処して本当によかったです。まあ命の方は取り留めたということで、今ですね入院して5日目になりました。コロナで面会ができませんので、病院に行って今どのようにしてますかと聞くことしかできません。
そうしましたらですね、命には別状はなさそうです。脳梗塞の血栓、それを溶かす点滴をやってリハビリをやっているそうです。母は寒がりなので、毛布と上着とリハビリ用の靴と褥瘡ができたりしますから、マットじゃないな、クッションクッションをもこの4点を持ってきてくださいということで、それを今持ってきました。順調にいけば、2週間以内ぐらいには退院するんじゃないかなと思います。で、1週間後に MRI を取って脳梗塞の状態を観測して、また先生のお話があると思います。はい、長い動画になりましたけど、急遽母が脳梗塞で救急搬送されたということです。やはりですね、私見てて10月の13日から体調不良を起こしまして、それからなんとなくおかしいなと思っていたので、もうやはりもうその時に脳梗塞のもう兆候が現れていたかなと思っております。こまめにですね、皆さんやっぱり観察されることが大事だと思います。もう私はもういつも見てますから、もう状態が大体わかります。はい、ということでありがとうございました。またご報告したいと思います。はい、失礼します。